ジョセフ・ペッツバール・ジョセフ・マキシミリアン・ペッツバールは、スロバキア生まれのレンズ設計者、数学者。ハンガリー人の両親からスピスカ、ベラで生まれた。ブダペスト大学工学部を卒業し、1835年、ブダペスト大学の高等数学の教授となった。1837年ウィーン大学に移り、高等数学の教授を続けた。レンズ設計者としての主要な業績としては、 ポートレートレンズ、オルソスコープがあり、製造を北斗レンダーに委託していたが1845年に中田貝氏製造委託先をディーツラーに変更した。しかし1862年にディーツラーが倒産してからはレンズ設計に全く興味を示さなくなった。1869年に家政婦だった女性と結婚したが、その女性は1873年に亡くなった。 1873年、ハンガリー科学アカデミー会員となった。ペッツバールレンズ1839年に、ルイ・ジャックマンでダゲールがダゲレオタイプを発明し、フランス政府により8月19日学習において公開された。これに、ウィーン工学研究所のアンドレアス・フォン・エッティングハウゼン教授は強い興味を持ったが、この技術の弱点は撮影レンズが、約、 海17と暗く屋外晴天でも約20分と非常に長い露光時間が必要であることだと考え、ペッツバールに相談した。ペッツバールはフォン・エッティングハウゼンの紹介で、ベーター・ウィルヘルム・フリードリッヒ・ホーク・トレンダーと会い、写真術の実用性を高めるため明るいレンズを開発することにした。これに対して、オーストリア政府が全国の方兵隊から優秀な計算士を選抜して、 計算中退を結成して、ペッツバールを手伝わせ、この結果千八百四十年に当時としては、驚異的な f 三点七の高速レンズが完成し、これにより、屋外晴天での露光時間は一から二分へと短縮され、またピント合わせも容易になった。修査としては、造面湾曲は欠点とも言えるが逆に肖像に立体感が出るためもあって、その後イギリス、フランス、 ドイツなど各メーカーからも類似品が製造発売され長くポートレート用として使用された。日本では北トレンダー製よりもダルメイヤー製が多用され遅くまでこのタイプのポートレートレンズを使用していた。非点周差も大きく周辺部の天候源のアウトフォーカス像は楕円となる。中心部に限れば球面周差が少なく非常にシャープであるため、 使用画角が狭い投影用、天文用としても多用された。投影用としては、北斗レンダーは九百三十年代に、プロジェクトスという商品名で七十一種類も生産していた。天文用としては、F 線と H 線で色収差を消し、G 線で球面収差を最小にする設計のアストロペッツバール二千メートル MF5 で三百ミリメートル三百ミリメートル写真看板に、 撮影する天文カメラが多数製造され、世界中の天文台で使用された。世界最大のペッツバールレンズは1893年にアルバン・クラークが研磨した34,400メートル MF5.7 であり、ハーバード大学のブルームフォンテン天文台に設置された。このレンズは焦点面上の1ミリメートルが1になるよう設計されており、 356mm432mm 反射真看板を使用する。ヘンリエッタスワンリービットによる撮影に使用された。この結果キフェイド変更性の観測により、銀河の距離を精密に測定できるようになった。ABCDEFG、写真レンズの歴史、P220。ABC、クラシックカメラ1 0カナンバー17、北斗レンダーのすべて P46。 ABCD クラシックカメラ線化 P85 クラシックカメラナンバーワン7北斗レンダーのすべて P6 クラシックカメラナンバーワン7北斗レンダーのすべて P24 クラシックカメラナンバーワン7北斗レンダーのすべて P13 ABCD クラシックカメラナンバーワン7北斗レンダーのすべて P47 ありがとうございます